皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、10月の14日、朝の11時9分、向こうは総括編なんですけども、一旦前半ということで、今まで 1,2,3 と出しましたけども、あちらは消去しました。新しいものを、掲載しておきます。向こう側自体が全てが撮影できているわけではないので、今まで撮影してきた地点の中で、どこに、先に門を設置するのかっていうところと、あとその門を作った後、その溜め込んでる水をその排出する排水口みたいな形で、回転扉を何台も置いていくと、要するに地下水流トンネル発電との、合わせ技みたいなものですね。そういった形で、作ると。でまず向こう側ですと、今のところ撮影ができているところは、下流の方では、しっかりと場所まで特定できているのは、この大きな地図で分かりにくいとは思うんですけども、こちらの方ですね、ここに橋が見えてると思うんですけども、かなりピント合わないですね。これぐらいかな。ナマゼ大橋かな、その一つ、もう一個先のところ、そのあたりのところですね。こちらの方に河川水門開閉式ダム発電を設置すると、水自体が青葉台という表記がある、こちらの方のところの麓のところまで、水が貯水できます。でそこから先、その生瀬大橋のところから傾斜があるので、1メートル ×1 メートルの地下水流トンネル発電をある程度ストレートに100メートルぐらいは作れます。もしかしたら2、300メートルそれぐらいあるかもしれないですね、傾斜をつけて。でそれを設置して、あとは、ある程度雨が降った時用に、2メートル ×2 メートルや、もしくは3メートル ×3 メートルで、残ってる幅のところで大きな回転扉をつけておいて、そちらの方は、かなりの大雨の時に門を、開けて、そちらから排水するような形にすると。でそういうふうな形式にチェンジして、では上流のところ、今のところ撮影できているところでいうと、 JR の道上駅、こちらの方もホームページ淡井圭介の利益の、YouTube 一覧表っていうものが、上部の方にあります。そこちらの方で河川水門開閉式ダム発電の撮影、した動画を、閲覧することができます。そちらの方を見ていただいて、こちらも、JR 道上駅の近くの、橋のところに、河川水門開閉式ダム発電を設置する。で、水を貯水する。で、同じように、1メートル ×1 メートルだとか、3メートル ×3 メートルだとかの、地下水流トンネル発電。こちらの方は傾斜はまだあんまりないので、長さに関しては、50メートルぐらい。で考えています。でその上流に関しては、向こうは本流の方を先に言っておきますね。三田駅、こちらの三田駅のこの道路の近く、これも撮影しながら言ってますけども、こちらの方も川底は大変深いんですね。で水を満水にした時、上流のところが多分青野ダムの、合流河川のところまで届くと思います。だから新三田駅の近くの河川水門開閉式ダム発電は飛ばすような形になります。水を溜め込まなかったら、水圧と、そちらは軽い傾斜と、あとストレートな、河川を利用してその地下水流トンネル発電を作ることによってで安定して、ある程度電力を発電するギア比を上げていくことが目的ですので、安定したその水圧と
加わる力があれば、ギア比を上げていって、大きな発電量が得れると。まあ、こういう考え方ですね。だから、三田駅の近くの河川に関しては、これね、20センチ×20センチで、まあ、500メートルぐらいの距離のもの、まあ、もしくは300メートルぐらいの距離のもの、一回これ300メートルぐらいで作ってみて、回転扉を、まあ、20センチ ×20 センチですから、まあ、100台ほど設置する、まあ、小型のものになりますけども、基本的に ある程度雨が降った時じゃないと水が貯水できないんですよ、大した量で。一旦溜め込まないことには大した発電量が見込めないんで、排水口のところを、まあ、基本的に通常時は小さなものにしておくと。で、ある程度の雨が降った時用に1メートル ×1 メートルも用意しておくと。まあ、もしかしたらその両方とも、ある程度まとまった雨の時は両方とも開門するような形になるかもしれません。それプラス、その横に空いてるスペースで、例えば、横幅3メートル、高さ5メートルほどの回転扉をつけておくと、そこは、地下水流トンネル発電型にはしないというような形で、とんでもない大雨の時に、その河川の氾濫が起きないように、まず、水の排水っていうことを、第一条件に考えているのと、今年ずっと雨がどれぐらい降るかなと、まあ、この近辺で物事、まあ、兵庫県内でもやっぱり広いんでね、場所によって雨の降り方違うんで、で観測してるんですけど、まとまった雨の量はまだ今年に入ってもう10月半ばまで来てますけども、10日間ありません。台風の日合わせてね、こんなもんなんですよ、雨の量は。大抵の雨が、まあ、数時間降ったら終わりだとか、丸一日雨が降りっぱなしで、それもある程度の、例えば大粒の雨だとか、そういったことがまずなかなかないんですよ。だから、溜め込める水の量っていうのがある程度のところで、ただ、ある程度の水が、雨が降ったら、普段流れてる水の量の、100倍を軽く超えます。だから話聞いていて、頭の中でまとまってない人は、この会話だけを聞くと、どういうふうなものになるのか、全然イメージつかないと思うんですね。ですので、とりあえず私の言われた通りに、作ってください。これは各撮影してる地点によって変わってきますんでね、その動画の内容と、総括編っていうものを後で、こういうふうに YouTube でアップロードしますので、それに合わせて作っていっていただきたい。で、ある程度門を閉じて水を溜め込まなかったら、上流のところのどの部分まで水が溜まるのかっていうところがわからないんですよ、本当に。で、それによってその余分に門を設置しないで済んだりだとか、まあ効率性ですね。で、地下水流トンネル発電みたいな形を用いることによって、まあ、先ほど言った20センチ ×20 センチだとか、1メートル ×1 メートルだとか、まあ、そういったものを利用して、まあ、高い発電力を発揮すると。まあ、そういうような形になります。で、向こう側をね、もう一度調べ直したら、上流のところは笹山川と合流してるみたいです。で、これも現地見に行って、ってみなかったらちょっとよくわからないんで、地図上では、合流してるように見受けられます。で、笹山川と合流しているのであれば、地図上で行くと、この向こう側っていうのは、ちょっとこれもぼんやりしていて申し訳ないんですけども、ピントがなかなか合わないんで、これもね、もう20年以上前の地図で、もう自分で買ったものだからしっかりと、コンピューターの多分 AI 判断だと思うんですよ。その、所有権云々のところでね。で、変な考え方が導入されていて、地図見せただけで、
しっかりとピントが合わない、何か出版社のものだとか変な考え方が導入されていてだと思います。今時 Google とかで地図の検索ぐらいできます。もともと国が情報を提供してるんです。だからみんなの税金のもとなので、そんなこといちいちこだわられたら困るんです。地図だっていちいち、コロ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 変わるんだから、何十年も経過したら。まあ AI に向かって言ってるんですけどね、融通が効かないんで。もうそんなことよりエネルギーの残存量問題の方が どう考えても上だろうって、裁判だったら勝つのこっちだぞっていうところをコンピューターは分かってない。で、この河川、この、ここはね、その上の笹山川のところと、まあ、合流してるようにも見えるんですよ。ジャンクションのところまでは来てるんですけども、まあインターチェンジって言った方がいいですかね。丹波、笹山、山口、インターチェンジのところまでは河川が来ていて、まあそこから先高速道路と重なってるんで、よくわからないんですよ。で、笹山川と合流してるんだとしたら、もしかなりのまとまった雨が降るのであれば、その、まあ、生瀬からもう少し下のところでももう一度河川水門開閉式ダム発電を1、2門ぐらいは設置すると思います。で、河川がまっすぐなところで傾斜ついてるところは、まあ、もし傾斜ついてないところもそうなるとは思いますけども、地下水流トンネル発電式で水を、まあ、その、一つの排水口のところに集めるような形で高い水圧によって、高い発電力を目指すんですけども、その、上までね、笹山川の上流のところまで、水を貯水できるんじゃないかなっていうのが私の発想なんですね。ただ、それは結構なまとまった雨が降らなかったら、それはできない。基本的にまとまった雨が降ってるっていうことは、太陽光パネルが発電できてないっていうことですから、まあとにもかくにも、ある程度水が溜まったら、その20センチかける20センチのところをだけでもいいから、ある程度発電すると。そうすることによって火力発電をガスとか石炭のところを、できるだけ、使用しないで済むような形に持っていきたい。もうこれを日本中の河川で行うと。まあこういうふうなことになります。で、まあ、ホームページ淡井圭介の歴の一番をとにかくまず見てください。過去遡って。で、そこ見てもらったら、だいたい YouTube でアップロードしてる内容とかにたどり着けるようにはなってますので、あと YouTube 一覧表とか。まあ、そういうふうなところで確認してもらったら良いことなんですけども、ずっと読むのをほったらかしにしていると、情報量が積み上がりすぎて見る気とかなくなるでしょ。だからそうなるから日々見てもらわなきゃ困るんですよ。多くの人間は節約に回ってもらわなきゃどうしようもならないですから。だから車なんかそんなに販売するものじゃなかったっていうことになるんです、結論的にね。あの車の加工とか工場を今年ゴールデンウィーク愛知県の方である一部のシーンなんですけども、ゴールデンウィーク工場止まりますよね。で、太陽光パネルなどの自然再生可能エネルギーだけで電力の 86% を賄えたらしいです。だから工場とかで大量の、電力を使用しているので、車作ったで、車乗り回されてガソリン消費されるでしょ。電車バス等で基本的に移動できてたんですから、ほとんどのところは。多くの人は車を所有するべきじゃなかったんです、最初から。で、その方向で全員一致して動かなかったら、もう10年以内に、石油とガスの輸入が止まってもおかしくない。で、まあ、30年以内に、今の状況だと、止まるのは普通だと考えるのが普通でしょうね。で、1億人以上が餓死する。物流とか全部止まりますから。スーパーマーケットに食べ物とか並ばないですよ。物が運べないですから、根本的に。で、電気も止まってるから、すぐ物腐りますよ。で、インフラの整備なんか誰もできなくなりますよ。だって重機とか動かないんですから。だからそういうことまで分かってるのかどうかっていうことなんですよ。そこまで分かっていたら、僕が例えばオリンピックなんかもうするべきじゃないって言ってることも簡単に賛成していただけるでしょうし、その、例えばサッカーだってもう2リーグ制で6球団ずつまで絞らなきゃなんないと。その人たちが飛び回ってるんですから、日本中をあちこち。
で、野球に関してもそう、南の方から巡業していったらいいんです。で、夏場に関しては北海道とか東北とか北信越地方で試合をしたいんです。その方がお客さんも涼しいから。で、また秋になったら、南下してくると。こういう風な形でいいんですよ。それで、ね、いち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 ずっと飛び回ってるでしょ、日本中。東から西へって、とんでもない距離。それがものすごいエネルギーの無駄遣いなんですよ。だプロゴルファーの数だって減らさなきゃならないし、1回の大会で出場できる選手は60人で予選突破できるのは30人とか、そういうようなところで、ありとあらゆるところで対応しなかったら、どう考えても無理です。本当に。この向こう側総括編は、総理も、しっかりと各大臣も、国会議員の方たち、各都道府県知事、市長、議員の方たち、東証一部、二部、上場の役員の人たち、全員しっかりと見ておいてください。で、彼の言ってる内容で物事を進めなかったらこれ無理だという認識をしっかりと持ってください。それは、国連の発表している世界国勢図へのデータを見ればわかります。それはホームページ、淡井圭介の歴の36番を見てください。だいぶ前に見た人は全然ダメです。9月の15日以降、2023年の、そのデータを見てもらわなかったら無理です。比較がないから。僕は以前から世界国勢図とかを買ったりしてますから、比較はできるんです。何十年も前のデータとかと。で、読み方とかに気がつきますから。あ、やっぱりそうかと。将来、もっと深いところまで掘っていって、輸送、要するに石油の層ですね。そういったところまでの、部分を採掘するところまで計算に入れて、もう残り54年分なんですよ。ガスは49年分です。それでも今の消費量だと、50年持ちこたえれないんですよ。100億キロリットル足らないです。だから自然再生可能エネルギーを、もっと早いペースで普及させていくことまで計算に入れての、年数だと思います。もうここまで聞いたらわかるでしょう。10年以内に石油とガスの輸入が止まっても全然おかしくないって。そうなったら日本人1億人以上死にます。以上です。皆さんしっかりと覚えてください。チャンネル登録と、私が YouTube へアップロードした時にしっかりと着信利益が来るように、対応してください。一般人の方たちにも呼びかけています。テレビのニュース、嘘ばっかりですよ。昔の戦争のニュースばっかり放送して。さも今起きてるかのようにね。平気で嘘で金儲けをしている連中がこれだけ増えてしまったら、それは世の中むちゃくちゃになりますよ。医療業界もそうなんですけどね。以上です。皆さんしっかりと、対応してください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。多分僕は投げ出したら終わりでしょうね。この世の中。で、投げ出す方向に持っていっているのは医療業界だとか警察官だったり、公務員だったりします。一部の警察官の人たちは僕の味方をしてくれています。一部の国会議員の人たちとかもね。だけども根本的に世界という単位で動かなかった万博とかオリンピックを潰すのは無理。スポーツ振興法とかをなくさなきゃならないから。まあそういう意味でもね、毎回、その日本人の兵庫県民の神戸市民の淡井圭介ですって述べてるのは他国の人にも知ってもらいたいからなんですよ。日本人の淡井圭介、阪神・淡路大震災の被災者である淡井圭介が言ってるっていうところ、それがなかったらなかなか話が進みそうにないですからね。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。